うわぐしょあれ今日飛ぶなあ、どうしよう。まあ、とりあえず行ってみますか。うわぐしょもうこれ入れるしかないという大ピンチの状況です。試合ぐらい真剣ライオンいます。おー対決の舞台は千葉県君津市のカズサモナークカントリークラブ。帝王ジャック・ニクラウスの設計による18ホールズはプレイヤーを選ばずその挑戦意欲をかきたてます。リクシル女子ゴルフ TV スペシャルプロアママッチ、勝負は3ホールのマッチプレーと2回にわたるエキストラ対決の合計ポイントによって争われます。ナイスショー、すごい飛んでる。レッツゴー、行きましょう。うわ、うまい、うまい、うまい、すごい。ナイスボールです。ナイス、ナイスボール。対決2ホール目は13番367ヤードパー4。ホール数と同じ13個のフェアウェイバンカーがレイアウトされた名物ホール。グリーン奥はマウンドで囲まれたトリッキーな設計となっています。対決2ホール目にやってまいりました。こちらは13番ホールの367ヤードのパー4となっています。はい、もう見るからにこうバンカーがねセカンドから多くなっているホールですね。すごいですね、やっぱすごい、やっぱジャック・ニクラウスですね。うん、なんかそういうっぽいですね、設計が。1ホール目がドローだったので、はい、まずはホリプロから打っていただきたいと思います。はいはい、脱いじゃいます。ちょっと暖かくなってきた。そうです、暖かくなってきたのと、やっぱ負けてられないという、はい、やっぱね、はい、プロ魂がありますよね。はい、自分に対してもただ今回は負けていただきましょうね。ね、もう今回は一応2連勝してるんで。2連勝、はい、なるほど。さあ、どこに狙っていきましょう。はい、そうですね、なんか見た感じ、あの右のバンカーにちょっともしかしたら届く距離かもしれないので、うん、左が広そうなので本当左いっぱい使って持ち球のフェードで打てたらなと思います。なるほど。フェードだと攻めやすいホール。そうですね、ここはやっぱ さっきのホールよりかは、うん、攻めやすいかなと思います。うん、内緒内緒出ます。ちょうどカメラの方。はい、おー、カメラさん大丈夫かな。おおあ、待って、あそこまで行っちゃった。思ったより思ったより行っちゃいましたね。結構行きましたね。はい、今のはでも本当私的にも大きく触れて結構飛んだので良かったです。うん、なるほどね。ナイスです。はい、では続いて、はい、どちらから打たれますか。いや、これも作戦なんですけれども、キリさん発表してください。はい、発表させていただきます。言わないんだ。はい、ここはレッドさんがマンブリをするそうなので、私は置きに行かせていただきたいと思います。はい、なぜかというと距離稼ぎたいです。はい、うん、もう0か100かで行きたいんで、はい、で思いっきり当たった時に僕250以上飛ぶんで、そこちょっと行きたいなと。で、その後の距離150ぐらいなんで、そこ攻めやすいかなと思うので。そうですね。うまくいった場合にはその作戦がいいですよね。はい、はい、うまくいった場合は。うまくいった場合。ごめんなさい、なんかトゲがある言い方してしまって。そうなんですね。意外とトゲがあるんです。レッドさんからでいいですか。からでいいんですか。あ、そうですね。ちょっと置きに行くんですね。置きに行きます。はい、そうそうそう、レッドさんに託します。話聞いてなかったです。ここもフェードだから打ちやすいかな。うん、そうですね。ただやっぱ打ち下ろしって結構煽り打ちしやすいので、引っ掛けないように、逆玉が出ないようにちょっと白黒狙いぐらいでいきます。はい、うわぐしょー、ナイス、うわぐしょー、ナイス。これ飛びすぎちゃうんじゃないかな。だよね。飛びすぎちゃったかな。めっちゃ飛んだよ。コブまで、コブまで行ったんじゃね。あれ今日飛ぶな。え、何ヤードぐらいですか今の。ねえ、ですよね。あんないいの見せられたら。コブたち超えていく感じですかね。今回はちょっとティーを高くします。おー、ジャンボ尾崎さんです。
ちょっと今斜めになってるな。すごい高いですね。すごい高い。いやでもこれぐらいの方が俺結構下叩いちゃう時があるから、これぐらいちょうどいいです。マンブリする時はちょっとヘッドアップしちゃうんで。一か八か。いきますね。行ってみよう。お願いします。大きく。はい。行きます。はい。おっと、ゼロか100のゼロが出る。ちょっと下叩いちゃったかなって。やっぱ下叩きましたね。ボールそこにあるんですけど、はい、まあ、セカンドまで行ってみましょうか。ちょっとトゲがありますから。そうですね、はい、まあ、どちらを選ぶ、まあ、どちら、まあ、とりあえず行ってみますか。いや、こう見えてちょっと俺ショックだよ。どうします？撮りましょう。撮りましょう。早っ早っ。ということで、今日もですね、皆さん、はい、カラフルなお洋服着てくださってるんですけども、うん、はい、こだわりポイントをお聞きしていけたらなと思うんですが、はい、ホリプロ、紫、鮮やかですね。はい、私はその、まあ、ピンクとかも好きなんですけど、うん、やっぱ意外と実は紫も好きで、うん、ね、この黒紫っていうマッチが私結構自分的に気に入ってて、去年も試合で何回か着させていただいたんですけど、うん、でやっぱ紫ってあんまり着てる人いないし、うん、やっぱ確かに、しかもそのゴルフ場にも映えるかなと思って、うん、私好きな色なんで、確かに今日しかも、ね、あの戦いということで。ここ一番の服装で来ました。意外と難しいですね、紫の色って合わせるの。そう、はい、それを合わせてすごいと思う。いやいや、でも黒と紫は本当に合うなと思います。しかもこれセットアップなんで、確かに。はい、なんで昔俺地元のヤンキーがよくそんなファッションしてた。いや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 、褒めてますか地元のヤンキー。紫と黒ってめっちゃ合うよね。白じゃないもんね、赤じゃないもんね。そうです、黄色じゃないんで黒なんだよ。今全然的に。そう、絶対そうなのよ、うん、でワンポイントでピンクが入ってるから。実はこれ靴もオーダーで、本当は真っ白 の、 あの靴なんですけど、うんうん、それに自分で色をクローバーも入れました。いい、私四つ葉のクローバー好きなので。なるほど、だから幸運ばっかりなんだね。一応その四つ葉のクローバーはそうやって昔から幸運が来るっていうじゃないですか。そうそうそう、草とかに生えてるの見て見るの好きだったので。あ、なるほどね。それなんかわかんない、なんかやっぱ四つ葉のクローバーがそうかそうかいいイメージがあるので。あの四つ葉のクローバーって少ないからね、やっぱ見つけると幸運だった、はい、そう、三つ葉はあるけど四つ葉はあんまない。そう、だから俺三つ葉大好きなの、ね、いっぱいあるから。見つけた見つけたって。菊池さんはどんなの？菊池さんも可愛いらしい。私は全身ニューバランスなんですけど、うん、ニューバランス好きなんだね、はい、うん、私色を着るのがすごい苦手で、いつも白、黒、グレーなんですよ、うん、落ち着いてるみたいな、モノトーンが多くって、うん、ただ今日はちょっと収録なので、うん、色物を着ようって水色、ね、はい、ブルー言われたので、ちょっと差し色に、ね、はい、ちょっと可愛くターコイズブルー的な。ね、そう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 、エメラルド的な、ターコイズ的な、そうなんですよ。しかも中のこのセーターちょっと下からですよ、可愛らしい、可愛らしい、可愛い、1906じゃん、はい、うん、そこ、そこですか、うん、そここのニットがすっごい可愛くて、しかもストレッチ性がすごいんですよ、うん、なのにあったかいし、ゴルファーはストレッチ性がないと。今日3枚しか着てないけど全然あったかいですね。今日あったかいですね、はい、やっぱメンバーに恵まれましたよね、なんかね、本当に良かった、温かいメンバーに、ね、はい、暖かいメンバーと気温が暖かくなるとか限らないけどね。皆さんが暖かいから私も暖かくなって、いや素晴らしいです、はい、いやこのコーディネート素晴らしい、可愛いですよね、可愛らしいです、はいはい、シルバーの靴でね、はい、落ち着いた感じ、はい、でもオールニューバランスっていうことでね、はい、古くなってもニューバランスっていうね。さあ、そしてレッドさん、はい、レッドさんはコーディネートですか、はい、今回はもうタンスの一番上の服を着てきました。開いて、あ、これだこれだっていう、毎回一緒になるんだから。私やっぱレッドさんが今日絶対赤来ると思ったのもあってちょっと紫してました。そうか、本当だって赤だったんだ。赤、まあ、迷ったんですけど、レッドさんだから、うん、絶対赤だろう。そうだね、これで青を着てきたらもう最悪だよね。こいつ何考えてんだよ、思っちゃうでしょ。名前変えるしかない。ブルーよしだ、いつも落ち込んでるみたいな、ね、嫌だな、ネガティブだな。ではホリプロのセカンド地点にやってまいりましたが、はい、これもう難しいので、もう乗ればいいかなと、乗って2パットで行ければいいかなと私は思います。
つま先下がりの、うん、これ意外と下がってる、これ意外と難しいですね。微妙なところですよ、ちょっと難しいなと思います、はい、正直。でもまあもう本当に難しいので、もうグリーン乗ったら OK かなと思います。了解。うわー、グッショー、ナイスショー、ナイスショー。どうだろう、お、乗ったかな。ナイスです。うわ、乗ったのか、すげー。しかもちゃんと止まる、止まりました、ナイスショー。ありがとうございます、ナイスショー。ありがとうございます。2人いるのね。確かにね、しっかりバーディーパットをちょっと打ちたい気持ちが、うん、いや、お見事、ナイスです。はい、ありがとうございます。逆にやる気が出てきましたね。はい、おお、ちょっと手前の顎と言いますか、ちょっと気になります。どういう状況なんだろう、ね、どっちから行きましょう。いや、これは先に行った方がよくない？先に、うん、なんか俺のなんか変なの見ちゃった後にプレッシャーかかってやるのはちょっとあれかなと思うから、先に行かせていただきます。ちょっとこう手前の顎気になるんですけど、そうですね、基本アイアンを捕まえに行きたいんですけど、ちょっと一番手上げて開き気味にバンカーからちょっとフェードしたらいいなぐらいな感じで行きます。フェードで、うまい、いや、うまい、うまい、グー、来い来い、うまい、ナイスナイス、ありがとうございます。うん、まどうでした、なんかちょっとこういうコンビで、こういうコンビです。フェードで行こうかなと思ったら結構捕まっちゃったんですけど、まあ、風のせいにしておきます。ありがとうございます。安心して打てますね。いや、そうですね。ちょっとそろそろレッドさんのボール採用したいので、ここら辺で見せていただきたいです。楽勝です。かっこいい。すいませんが、140がラッキーナンバーなんですよ。さっきもラッキーナンバー言った気がする。ラッキーナンバー多いですね。1から100までは黙っといてもらっていいですか。はい、すいません。うん、なさい、次行きましょう。さあ、ということでグリーン上やってまいりましたけれども、うん、ホリプロの方が遠いです。まあ、若干ですけどね、はい、もうこれ入れるしかないという大ピンチな、うん、状況です。スクランブルのところですね。そうなんですよね、やっぱ2回打てるみたいなもんなんで。そうですね、心の持ち方が違いますからね。そうです、はい、なので、 あちらのチームは入れて当然だと思います。、はい、プレッシャーかけてきました。でもこれを乗り越えるのがホリプロでしょ。これを乗り越えないことには、はい、ちょっとホリプロから下りのフックですかね。はい、結構しかも切れると思うんですよね、うん、このこういう時影があるじゃないですか、うん、はいはいはい、影ものすごく気になるんですけど、そういう時ってどうするんですか、うん、こうやって影を見てるってことはもうカップを見ちゃってるんですよね。カップを見るというより、特にこれショートパットじゃないですか。ショートパットなので、もう見てる範囲っていうのは本当にこれぐらいなんですよ。もう、うん、プロって多分この範囲ぐらいしか見てないので、結局打つのはここなので、もうここにしか私は見てないです。ピンポイントで、はい、じゃあちょっとフックなので少しカップを外して打っていきたいと思います。お願いします。あ、気持ち入っちゃった、強く入った。うわー、これは悔しい。だいぶよく出ましたね。いや、 やっぱり入れたかったですよね、はい、いや、これは入れないといけないパットでしたね。あっちは絶対入れてくるんで、あっちは絶対入れてくるんで、最初はグー、じゃんけん、はい、そこじゃんけんなんですね。で、負けた方から負けたり、ちょっと良かったです。どっちがどっちって今決まってないんで、謎にじゃんけんなんですけど。ラインはどんな感じですか、はい、なんか微妙な感じですね。曲がりそうで曲がらなさそうな、ね、そんな感じです。まあ、でもフックなのは間違いないと思うんですけど、うん、強く若干こっちだもんね、傾斜がね。そうですね、強さによって本当変わってきちゃう。うわ、でも今日ちょっとね、俺強いんだよね。さっきのホール見たらカップ外すかなぐらい、外すか外さないかな。了解です。ジャストならボール1個は外した方がいいと思います、はい、いけるはずだ。
俺今日一切出てないですね。大丈夫多分、はい、今見えたんで多分ラインがね、結構曲がったよ。そうですね、今結構ね、うん、切れたように感じました、うん、結構真剣に真剣に結構ガチで入れる。しかもレッドさんに聞かないっていう。カップ外して打ちましたか。カップのちょっと内側に行っちゃった。内側というか了解です。ナイスバーディー。ナイスバーディー。やったー。ナイスバーディー。ナイスバーディー。ナイスバーディー。素晴らしい。すごい。すごいね。ありがとうございます。ナイスバーディー。これはメンタル強い。強いですね。これは心強いです。いや、これはすごいわ。ということで、まず2ホール目終了となりましたが、はい、菊池さん、レッドさんペアがバーディー。ありがとうございます。いや、すごい。すごい。ちょっと言っていいですか。うますぎる。うますぎるショット。え、このなんか、はい、アマチュア枠みたいな感じで呼ばれているんですけれども、はい、うん、いやダメですよね。次から呼んだアマチュア枠じゃないと思って。確かにうまいですけれども、やっぱ二人の力だと思うんですよね。どうですかそのあたり。そうですね、今もちゃんとラインをレッドさんが外してくださったおかげで、私が深くラインを読むことができたので、うん、はい、本当にレッドさんがいなければ , 笑ってるじゃないですか。レッドさんがいなければ、はい、今のバーディーは入りませんでした、はい、いい奥さんになります、はい、2回目です。はい、はい、ちなみにレッドさんのボール使いました。いやでも俺のボール使っていいんですよ。これで打ってもらっていいですか次。そうなんですか。そういうこと。なんかね、一応チーム戦なんでね。次じゃあ俺のボールどっかで使いましょうか、はい、それでいいですか。はい、ちょっとそうしましょう。 OK、 そうしましょう。ルール作っちゃいました、はい、はい、全然いいです、はい、見たいですよね、はい、されている、はい、で文句言わないでくださいね。そこで負けて文句言わないでくださいね。はい、よっしゃ、はい、じゃあ行きましょう、はい、3本目レッツゴー。行きましょう。うわ、グッショー。ナイスショー。おー、どうだ。うわ、うまい。うまい。これぞチームワーク。そうです、はい。おー、どうだ。おお、対決の舞台に使用させていただいたカズサモナークカントリークラブ、繊細かつダイナミック、帝王ジャック・ニクラウスの世界を存分にお楽しみください。